はい、しみまさなんです。今日はここに来ております。非常にいい天気なんですが、あまりにもちょっと明るすぎてですね、実際にこう動画を撮っていて何を映しているのかさっぱりわかりません。こんな感じですね。今日は、群馬県高崎市に来ております。私はですね、上野から、JR の各駅停車にをずっと乗ってきまして、正確には快速なんですが、つい先ほどこの高崎に、立ち寄りました。高崎はですね、有名な駅ですからね、でかいですよね。やっぱりこの辺の、都市の中では大きいという、駅の規模も大きい。私はこれから、ここからですね、今日は何をしに行くのかと言いますと、この動画のネタを求めて、吾妻線の大間へ行ってみたいと思っております。電車の時間までまだ少々あるので、こうやって駅の外へ出てみた次第です。駅前はなんかビルとかホテルしかないですね。ちょっと遠くから見るとこんな感じになっております。道行く人は相変わらず私が独り言を喋りながら、動画を撮っているので不審な目で見ますね。何見てやがるんだよという感じなんですが、そんなことはお構いなし。ではこれから、駅の構内の方へ向かいたいと思います。この後ですね、 JR は吾妻線11時43分発大前行きという列車がありますので、吾妻線の方へ向かいたいと思います。では一旦これで、鉄道を一人旅ではないんですね、ではないんですが、駅の構内へ入ってまいりました。私がこれから乗ろうとしている列車は、これになりますね。これに乗って、大間へ向かいたいと思います。私が独り言を言いながら動画を撮っているので、相変わらず周りの目は不審な目で見ておりますが、そんなことはお構いなし。そんなことを気にしているようでは動画は撮れません。こんなに高崎の駅の構内は小さかったですかね。場所によりけりという感じかもしれませんが、
ということで、6番線へ向かいたいと思います。これですね。エスカレーターをご利用の際は、女性の方は黄色の線の内側にお乗りください。6番線から発車予定なんですが、ベビーカーをご利用の方は、あなたが滑りやすいので、エスカレーターには乗せならないようにお願いします。快速方面、上りエスカレーターです。まだ列車は入線してないようですね。でもすでにこう人がちょこちょこと並んでいるような感じですかね。それではまた電車に乗り込んでから、お送りするといたします。再び鉄道を一人旅ではありませんが、これですね。これが、11時43分発の大前行きになります。115系ですね、完全に。これに乗れて、まあ、いいかなと思います。最近はこの国鉄時代からの引き継ぎの115系も、なんか塗装を変えたりですね、まあ、なかなかお目にかからない、確か吾妻線は、10何系だっけな、忘れちゃった。まあ結構昔に新型車両が投入されてますから、なかなか、貴重な車両なのではないかと今となってはですね思われます。どんな感じになるか、こんな感じですね。大前と、大前行きは本数が限られてますからなかなか難しいところもあるんですが、半自動ですね、手で閉める。ではそろそろ乗り込むと出しましょうか。その前にちょっと前面からの写真じゃないや動画を、撮っておきましょう。こんな感じになっておりますね。では取り込むとします。列車は発車に向けて、こちらへ行きます。
Thank you.
Thank you.
わけで、大前に到着しました。意外と人が多いのにちょっと驚いてますね。皆さん何しに来たんでしょうね、ここまで。まあ、普通一般の観光客の方はだいたい一つ手前の万座か座口で降りるのがまあ普通だと思うんですが、まあここにいる人たちはまあ私も含めてちょっとおかしな連中ということですね。まあ物好きとでも言うんでしょうか。まあ私もその一人なんですが、鉄吉たちがたくさん群がっておりますね。私もちょっと撮りたいと思います。しかしこの115系がまあ走ってるというのもなかなか今となっては貴重なのではないでしょうか。まあ、JR のトップもバカが多いですが、まあ、こういう古き良きものはいつまでも残しておいてもらいたいと思う次第であります。ちなみに駅の周りは、まあ、こんな感じになっております。まあ、私は以前来た時はもう20年以上前ですかね。ほとんど変わってないと思います。ちょっと線路の端の方へ行ってみましょうか。こんな感じになってますね。で、吾妻線はこの先で線路が終わってます。で、ここをですね、まあ、右の方に国道が走ってるんですが、この国道をずっとまっすぐ行くと、菅平の方に出まして、最終的には、まあ今度の、まあ、NHK の大河ドラマの、まあ、真田丸というのがやりますが、その真田の、まあ、ふるさとの上田の方に最終的には出るような形になります。この先で線路は終わってます。まあ、この電車がそのまま引き返すような形になりますので、またこれに、乗って、渋川へ戻るというような形になります。では一旦ここで、駅の前景はこんな感じになっております。駅前には一つ踏切がありまして、ここですね、妻恋館という、まあ、旅館なんでしょうかね、まあ、一軒あります。で、こう人がわらわらとこう写真を撮ってる人がいっぱいいるわけですが、この人たちもまあおそらく大半の人は折り返しの電車に乗って戻っていくような感じになると思います。まあ本当に駅前は何にもないですからね。まあ、車で、まあ、車とか足があればですね、別の足があればまあここからね上田の方に出るという手もなきにしもあらずなんですが、まあ今日はこの線に乗る、吾妻線に乗りに来たのが目的なので、まあ、ここで引き返すのが妥当というところですかな。こんな感じになっておりますね。民宿なんでしょうかね、旅館なんでしょうかね。
泊まる方もいらっしゃるんでしょうね。しかし本当に何にもないところですよね。今となっては貴重な路線の一つなのではないでしょうか。それではまた。ざっとこんな感じですね。それではまた。